ジャンバティスト・ルイエは、スペイン領ネーデルラントのヘント出身の作曲家。生涯の大半をフランスに過ごし、リヨン大司教、ポール・フランソワ・ド・ヌイビル・ド・ビルロワに仕える。数多くのフルート作品を手掛け、トリオ・ソナタや日本のフルートのための無伴奏・ソナタ、フルート・ソナタがある。1710年から1717 17年にかけて、アムステルダムで締めて48曲のリコーダー・ソナタが、 出版されており、後に、これらは、ロンドンで、ウォルシュ社により1712年から1722年にかけて再版された。当記事の作曲家は、ロンドンで有名になった同盟のいとことの混乱を、避けるために、自ら正義でヘントを加えた。現在、ジャンルイエは、ジャンバティストルイエと呼ばれている。ありがとうございます。